ファクトリーギアタイムズです。最初のニュースです。ファクトリーギアタイムズに新しいコーナーがスタートします。ファクトリーギアは単身イギリスに渡り、ラグビーで世界の頂点を目指す若き逸材を応援いたします。その若き逸材はイギリスの女子プロラグビーチームウスターウォリアーズに所属し、ラグビー日本代表選手でもあり、山本みのりさんです。そんなプロラグビー選手の山本みのりさんと共にお送りするファクトリーギアタイムズの新コーナーのタイトルはミッションみのりインポッシブルです。このコーナーでは高野倉隊長がイギリスに滞在するみのりさんにイギリスの工具ショップ D9Y 事情車、バイク文化についてレポートせよなどの様々なミッションが送られてきます。果たしてみのりさんはラグビーで鍛えた気力、体力、頭脳を使ってミッションをクリアできるのかという新コーナーです。どうぞ。はい、アルコールよりもプロテイン派、山本みのりです。はじめまして。私は今、イギリスにおります。でも私は今回、イギリスで、こうラグビーにチャレンジする、機会をいただいたので、現在イギリスのウスター社にいます。まあ、今回、そのウスターウォリアーズウィメンズというチームから、オファーをいただいたので、現在、こちらの方に投影してきております。約10ヶ月間のチャレンジになります。で、日本体育大学の時に、ファクトリーギアさんにご支援していただいて、でその時私たちは、日本一になることができました。で、私は大学4年生の時に、キャプテンも務めておりました。で、まあ、そういった、縁もありまして、今回このイギリスへのチャレンジも、ファクトリーギアさんに、サポートしていただけることになりました。なので、まあ、私はもっともっと経験を積んで、世界で活躍するような選手だったり、こう日本代表を勝利に導けるような選手になりたいので、このイングランドのこのプレミアシップっていう環境は本当に嬉しい環境です。一緒に練習するチームメイトも大きいし速いし、対戦する相手も大きいし速いしっていう、本当に今まで体験したことがないような場所に来ています。ということで、まあ、少し自己紹介が、長くなってしまったんですけれども、ファクトリーギア、高野倉社長からのミッションが、届いております。山本みのりよ、イギリスの工具事情をレポートせよ。あまりにも雑です。まあ、工具といえば最初に思い浮かぶのはネジとかトンカチとかですかね。まあ、それぐらい本当にあんまり詳しくない感じです。で、さらにメッセージを読み込むと、イギリスはバックヤードビルダーと呼ばれる自分の家のガレージで、古い車やバイクを直したり、いろんなものを手作りする人が多いという情報がある。というか、それしか情報はない。そこで、あなたのラグビー選手としてのキャリアを存分に発揮して DIY する人たちや、道具、そしてお店などのレポートをよろしく頼む。まあ、ラグビー選手としてのキャリアを、まあ、どうやって活用していけばいいのか、あんまりイメージはないんですけれども、まあ、少しずつ、まあ、レポートしていきたいと思います。確かにこう私もイギリスに来て大体3週間経つんですけど、確かにトイレの鍵とか全然閉まらないです。最初の家は、まあ、閉まりづらかっただけなんですけど、今の家は閉まらないですね。でも本当に街並みは綺麗で、レンガの家が多くて風情もある感じになっています。なので私も あんまり知らないので、皆さんと一緒に、情報を共有しながら、学んでいけたらいいなと思っています。また、まあ、工具だけでもなくて、イギリスの、まあ、文化だったり、私のラグビーの、情報だったりも、こちらで、お知らせできたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、頑張っていきます。それでは、これからトレーニングをしていきたいと思います。いやー、動画から聞こえた街並みのロードノイズですら、イギリスを感じました。
そして思わず小指を立てて、アフタヌーンティーが飲みたくなりましたね。今にみのりさん、工具に詳しくなったら、あの閉まらない扉の鍵なんて簡単に直してしまうのでしょうね。楽しみです。速報です。イングランドプレミアシップラグビーラウンド1が9月いよいよ開幕されます。山本みのりさん所属のウスターウォリアーズ対ロンドンアイリッシュの試合は9月18日です。応援しましょう。特集です。8月5日に公開されたファクトリーギア TV 工具付きの手で神回との評判のボッシュさんに教えてもらう正しい電動工具の穴開け作業の回と同じ日に、ボッシュさんによる最新の電動工具での穴開け作業講座を受けた後、アドバイスをいただきながら海沿いにある BSB サテライトオフィスのアイランドキッチンの製作の様子を取材してきました。最新の電動工具を正しく使うとどれだけ作業がはかどるのか見てみましょう。どうぞ。はい、さっき用意されたこのボッシュの電動工具を持ってみんな行っちゃいましたんで、盛り上がって言うんで行ってみましょう。切る作業の道具は、はい、あのなんとかそうって名前付けたやつ全部だと思ってください。切る道具は基本的に全てスイッチを入れて刃が動いた状態にしてから切るものに当てます、うん、例外は1個だけね、セーバーソーっていうのがちょっと別の扱いになります。レシプロソー、セーバーソーっていう機種は違う使い方するんですけども、基本的にジグソー、チェーンソー、丸ノコ、みんなこういうのは刃物がフルに動いてから切り始めます。で、切り抜けるまで止めない、それが基本です。はい、はい、で、切る道具の使い方をポイント言います、はい、お願いします。いいですか。はい、切る道具は基本的に切る前に機械のスイッチを入れて刃物がフル回転になってから切りますけど、切り終わるまで止めないでください。止めない、はい、切り終わるまで一気にいってください、はい、それが基本です。で、この商品に関しては安全スイッチっていうのがついてるんで、スイッチがここに赤いのがいくつかあるんですけど、この赤いのを下に押し込むと初めてトリガースイッチっていうこれが引けます。で、一回引いちゃったら離す、これ離してもらってもいい、大丈夫です。スイッチ離すと自動でこれピョンと跳ねたの分かると思いますけど、また自動でロックかかるんで、そういう安全スイッチ最初だけ押しながら、そうです、はい、でここはね、今回のこの道具は深さ調整だから触らないでください、はい、で、切る場所がここにありますので、はい、ゼロのラインに合わせて一回置きます、はい、置くんですが、切る材料の、はい、右側を寸法通り切りたいのか左側を寸法通りに切りたいのかによって刃で切り落とす場所が変わるんですね、はい、真ん中切っちゃうとどっちか使うと思ってどっちも寸足らずで短くなっちゃいます、はい、ですから左側を生かすので今回は、はい、左側の線を生かすということで鉛筆の右側に刃が来るように、右側がゼロ、はい、で、あ、ゼロですけど実際は今度乗せてこちら側からですね覗いて刃物がどこに来るか、左から見にくいでしょ、右の方がいいと思います。はいはい、で当てて刃物がどこに来るか、そうですね、右側に来ます、はい、というのを確認して切るようにします。はい、ちょっと下げて、はい、おお、思ったところ来ましたね。来ました、はい、ありがとうございます。はい、はい、ただ今丸ノコ体験をさせていただきました。ありがとうございます。それではあっちも盛り上がってるんで見てみましょう。どうぞあっち見てみましょう。盛り上がってないんだけど、盛り上がってない、え、盛り上がってないんですか。盛り上がってない、大変な事態になってる。やれるかなと思ったらやれなかった。多分ね、昨日それ湿度があったんで割れなかったんですよね。そうそうそう、あ、そういうことです、うん。これもなんか刃の形状があればいけそうだね。いやー、あの斧のようにね、この広がりがなきゃダメなの、これがこれがないとあれだよ。
ダメですね。こうなるともう貫通するしかないですね。であとこれを反対側からよいしょ、何かで叩くしかないですね。ここをね、これでも幅広いね、厚みがないよね。さっき言ったようにこれ入った後くさびのこの幅で割るのよ。はい、ボッシュのセーバーソーチャレンジします。これはもうあれですか、先にビューンと当てる。あ、ガイドをここに当ててから角度を変えて入れていくような感じ。はい、いきます。危ない、もう終わり。チェンジ。お。もう大丈夫です。これを。いけるね。これいける。いける。これきっかけさえ作ればいける。よりはここまで行ったら多分あれですよ。はい。今度はジグソーです。お願いします。刃物の取り付けの話から言いますけど、刃物は初めついてない状態のものをつけるときには刃物をここにですね。置いて、押し込めば、カチッって言って取り付け終わります。でも抜けません。で、外すときには今度このレバーを、ここをひねると取れます。で、機械は赤いところがスイッチなので、スイッチを入れてもらうと入ります。で、切るときにはこれで切ります。で、切る道具の基本は機械のスイッチが入って、フルスピードになってから切りますので、スイッチを入れてフルスピードにしてから、持ってて切ります。手はここのところにこう組むように持って上から押さえてもらってもいいですし、まあ反対どっちでもいいですけども、基本的にこの刃物が線の外側を左側ですね、はい、通ることだけ意識して動かしてください、はい、でくれぐれも自分で切ってやろうと思わないで機械がそこに行くようにだけしてるべきです。ボッシュさんにお任せすればいい、はい、道具に任せてもらえばいいです。頼んだよ。はい。ここか、前にスイッチ入れるんですよ。はい、切る前に行きます、はい、慣れてない場合にはこの場合こっちから切り込むよりこっちから切った方が楽ですから、今度こっちから切った方がいいです。わかりました。すごいですね。僕にもこんな上手にできるなんて。本当だ。初めてなのに。そうなんです。で次はヤスリがけですよね。はい。ヤスリがけ、これオービタルサンダーって言うんで、ちょっと全体を削るのか、あとはこれランダムアクションサンダーっていうタイプですけど、使い比べて両方使ってみるといいかもしれませんが、こっちだけはちょっとコード式になってますけど、ね。はい。まずこれを当てます。はい。はい、道具でね、できるね。うん、道具でできるわ。
感じですか。いいですね。気持ちいいですね、はい。で、これはまた別なんですか、はい、これちょっとまだ若干その線より、はい、サイズ大きいの、はい、で、これだとオービタルだと、ちょっと削るのに時間かかるんで、削るのが早いのがランダマークショーさんなので、こっち使うともっと早くですね、形仕上げられますんで。でこれも、はい、これはね、ごめんなさい、スイッチ黒なんですけど、はいはい、ここのスイッチを握って、もう片方の手、ほうこれかい、ね、もうちょっといくらですか、こうですね、そうですね、その方がいいと思います。それで、はい、はい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 、やりすぎたよ、そうですね、気持ちいいからってね、はい、この辺はどうなんですかね、もっとやれるもんね、そっちはいいんじゃないですか、ね、これいいんじゃないですか、これなんかすごく先導になりましたでしょ、すごいこれ。はい、準備がこのように整いました。これからステンレスのカットに挑戦したいと思います。去年買ったんですよ。でめっちゃ通販で買った安いあのシンクなんだけど、はいはい、もうボロボロね、海沿いなんで、やっぱり1年で出ちゃうんですね、サビがね。そうそう、ここだけは結構使えそうなんで、はい、これを流用して作りましょうということで廃物利用します、はい、ただこのまま使えないから切りたいわけです。でちょっとボスさん来たんで、いろいろあるから切ってもらおう。今あの金属を切るので使うのは、これから使うのはディスクグラインダーという商品なんですけども、あの初めにね、切ることに関してあの、金属に関してだけちょっとご注意いただきたいのは、鉄っていうのは実は月日が経ったら錆びてしまうんで、あまり大きなトラブルは後日起きないんですけども、ステンレスとアルミニウムっていうのを切ってしまいますと、切りかす鋭利なものがですね、起こってると錆びることがないんで、鋭利なままずっと残ってますから、切り子の回収ができるような準備をしてから加工するように準備してください。で今ここでは、切断砥石というのをつけて、このステンレスを切っていきたいと思います。これすごいですよね。ちょっと今までの刃の付け方とまた違うんですね。はい、真ん中の形がですね、丸じゃないのがご覧になれると思います。アルファベットの X 型で、我々これ新しく作ったシステムで X ロックと、なんと刃物を置いてですね、くるっと回したところで収まったら押し込めば、それだけで取り付けがもう終わってます。取り外しに至っては驚くことにですね、この赤いレバーを引き上げれば、おーというワンタッチ。これはめっちゃ簡単。あのスパナなくしちゃうからね。はい、それとですね、もう一つね、どのぐらいでスパナ締めていいか、そう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 、締め加減が分かんないじゃないですか。で、あの思いっきり締めて、で締めてる最中に砥石割っちゃうとかね。やりすぎてたゴール。はい。で特にあのここ今回砥石というもんですけど、あのコンクリート切る、ダイヤモンドなんていうのがあるんですけど、あれ実はきつく締めちゃうと、使ってくると締まり勝手で今度外れないっていう、そういうこともトラブルも一切ないし、向き間違いでつける心配もないというのが X6。で実はこれね、スピードも変えられます。アルミとステンレスの熱でですね、溶けていきなりグッとくっつくことがあるんですよ。ですからあんまり速いスピードでいい気になって切ってると挟まれてしまうことがありますから、最大より落としたところ、今回これで言うと今3段階ありますんで2番でやってみます。2番、はい、切断にあたっては必ず両面を覆う切断砥石のカバーをつけてください。あっという間に切れた。はいはいはい。はじめにここ通すでしょ、はいはい、で穴の位置を合わせるためにまず1個これで合わせておくと、うん、そうすると外周合わせれば嫌おなしにこれ他のもみんな揃っちゃいますから。これって穴って防塵するためのじゃないんですか。そうです、防塵するためです。そうですよね、はい、でこれ本来はですから防塵するんで、ここでいるのと思うかもしれないんですけど、実はここも削った時に出てくる細かいカスを吸うことできるんですよ。
こんな形になってますからね。でこれ裏側本当塞がって見えるかもしれませんが、一応繊維の目が開いてますので、これをこうやってつないでつけるとゼロではなくて吸い上げることができます。ステンレス磨きって結構大事なんだ。危ないんだね。つまりね、切りかすはやっぱりね、細かければ多分流れてくれるんでしょうけど、鋭利な状態で残すのはあまり進めたくないですね。焼かれた、こっち側の方が見やすいかもしれないけど、こっち側をやっていただけると、こうですよね。もう好きな位置にお持ちいただいて結構です。はい。順番ないとかあんまり時間がないですけど、これは台所なので、スタートになるとかある。今のが割と粗めなん で、 でこれを細かめに、でちなみにさっき使った時この割り端っこが白かったんですけど、今黒ずんでるの分かります？これステンレスのカスです。汚れ取るとステンレスでこう黒っぽい、あとはネズミ色っぽい形でくっついてきます。で今度これをつけてください。そうするとこれ先ほどよりはるかに細かいんで、はい、あんま力入れずに優しくずっとこすっていくと、仕上げで先ほどこれよりもうちょっと輝きが出てきます。優しくだよ、優しく。でピカピカにするのはもう一つね、フェルトでね、研磨剤ですけどなるんですけど、とりあえずここまでやらないでも多分これ十分いけると思いますね。ありがとうございます。でこれボロボロになったら残念ですけど、やっぱり機械で引っかかるとなります。仕方ないです、ね、はい、はい、そんです。あれ消耗品でございます。じゃあこれを使って作りましょう。イエイ、よし、素晴らしい。そうなんです。これ実はね、これやったでしょ、うん、これね実はね、僕らメーカーから言うとこれ切りをダメにする方法なんで。ああそうなんですか。おすすめします。あまりやっちゃいけないことなんですか。なぜかっていうと下に穴開けるでしょ、はい、ゴミ出るじゃないですか、はい、ゴミ表面まで出てくるんだけど、これでせき止めちゃうから、うん、一番深いところで一番厚いゴミを溜まったまんま、うん、その中でこねくり回すから刃先の摩耗が早いんですよ。土手作って止めてるからね。だったらマジックで線描いちゃった方がいいってこと。そういうことなんです。これはだからよく職人さんやってるよって皆さん言うんだけど、一番切りを消耗して、損する人です。これはいい話。すごい。ですからこれはおすすめしません。でその代わり我々のシステムはこれ実は一体求人型って言って、これちょっとスイッチ入れるとね、ここに掃除機入ってて入れます。吸ってるんですよ、ここから。これ吸ってるの。すげえ。で最後吸い残しがないように遅れて止まるよ。でこれをつけた時に初めに切り先の先端の位置をこれで確認します、はいはい、ここゼロですよね。ですから、そうか、そうするともうそれでほぼ垂直がやる。これで最高の話。ちょっと待って、じゃあその深さ全部調整できるってこと。そうそう、これで例えばゼロに合わせるでしょ、はい、でここでゼロセットして、はいはい、でこれでどこまで掘るよっていうのはここのストッパーの位置を変えると、これだったらここまでだし、はいはいはい、ですからこの状態でこれを持ってきて、ここに持ってきてこの幅取ればこれでほぼ揃ってた。おお、すげえ、すげえ。あとはもう無条件にこれで先端がぴったりくっつくことだけ意識してこうやって置いて。うちにあるハンマードリルもこれついてる。ついてないよね。今これ持ってきていただいたらこっちだと思うんですよ。うちの？それギアさんのやつでしょ。でこれアダプターで別売りであるんで。おお。今度開けたい場所ってこう印ついてるじゃないですか。そこにぴったり開けるためにはどうするかというと、それ教えてください。はじめに切りの先端がこれだと見えないので。狙うところが間違えてますね。ですから穴開けるときにはアダプター引っ張って切り出すんですよ。アダプター引っ張って切り出す。こうやって狙うでしょ。置くでしょ。で置いて。
ね。下げるとですね、ここにこっちが見えます。この時間みたいな、そうそうそう、これがだから線引いてるじゃないですか。そこと合うように見ててもらうとほぼ中心なんですよ。でこれでゆっくり回して、でこれで大体こうほぼ中心、ちょっとずれてますね。ずれてたらちょっとずらしまして、でこれであとはフルスピードにしてもらって、ちょっとずれてますんで、ここからストッパーがついてる、設定的にここで止められる深さで、この赤で調整するんですか。そうそうそう、あで今キリがこう前に出てるんでいっぱい行ってそうに見えるんですが、キリ叩いてるんで実は押されてるともうちょっと下がってるんですよ、こうやってっですから正直この位置、うん、あとはそこから吸ってんだ、はい、風が、はい、違う音がしてる。ちょっと待って、じゃあ吸ってるのをお見せします。いいですか。この状態でほとんどもう中にもじゃあほぼ溜まってないってことですか。そうそうそう、うん、だからあのスポイトシュッシュやんなくていいんだよ。目つぶってフーやらなくていいんだよ。せっかちに穴開けてすぐ抜いちゃうとゴミ残ってますから、今までゆっくり引き上げてくると吸い上げてます。ああなるほど。カズくん見るは簡単。カズくん、じゃあちょっとアリンコどかしてもらっていいですか。パッといって切り先を出して、これじゃちょっとこれ行ってみますか。ゆっくりゆっくり回して。うまいんじゃない？うまいんじゃない？ちょっとテスター。いやいや。冗談でしょ？いやマジで。ちょっと待って。大丈夫。できた。うん。本当つったんだよ。え？大丈夫ですか本当に？今つってる。オッケー。飛ばします。飛ばしたらいい。あ、ま、90度になってるかチェックってことですね。まっすぐにね、開いたんだけど、多分ちょっとこれは膨らんでるんだ。いいじゃないですか、いいじゃないですか。ハンマードリルが原因で釣ったわけじゃないですか。じゃない。私の弱さ。めっちゃ弱い和秀が、手を釣りながらでもまっすぐ入る。水がね、回りやすい。
完成できました。お疲れ様でした。いやー、最新の電動工具は正しいドリルの選択、無駄に力を入れたりせず正しいフォームで作業すれば安全かつ仕上がりも綺麗、作業時間の短縮となることが分かりました。その後このようにアイランドキッチンが無事完成しました。ボッシュの吉澤さん、電動工具の使い方の基本を教えていただきまして誠にありがとうございました。今回の撮影で使用したボッシュの電動工具は下の概要欄からチェックしてください。それでは皆様でお会いしましょう。お元気で。